ん、こんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？このビデオは44課の本文カレーの1番単語のビデオです。でこのビデオは大河でやっぷんゆダージャーダルーユみんなの日本語の新解の2番の44課ですね。44課の文法を終わった人のために撮っているあの読む本です。で読む本は読本編ですね。ちょっと待ってください。これです。この、読本編ですね。読む本のこれの、ここですね。この、カレーです。で今日はこの単語のこの部分ですね。これだけをやっていきます。でこの44課で皆さん何を勉強したか覚えていますか？の44課ではこのですね、この文型をねやりました。1番、ゆうべお酒を飲みすぎました。飲みすぎます。すぎは too much ですよね。あの、の態度ね。で態度でね。で飲みます、ますけ、飲みます。で飲みすぎますですね。それから2番、このパソコンは使いやすいです。使いやすい。安いはあのピエニーとかホーペンね、チープのリーズナブルの安いじゃありません。前にのマスケですね。使います。でマスキャンセルで使いやすい。で簡単だ、優しいの意味です。 easy to use、 使いやすいです。食べやすいです。飲みやすいです、なのですね。それから3番ですね。この3番はズボンを短くしてくださいですね。ズボンを短くします。make it ね、change ね、のなりますは become ですよね。なります become、 これの他動詞バージョンはしますです。そう、いい形容詞くします、な形容詞名詞にしますね。 I make it とか you change it to something ね、の文型です。もしこの3つの文型を忘れた人はこのビデオのね、ずっとあの下に行って、であの44ページの44課の、の文法のね、あのページを、あのページにすいません、文法のあのビデオをぜひ見てください。ではですね、単語をねやっていきましょう。とまずね、一番初めはこのかけるですね。をかけますです。かけます、をですからね、あの他動詞です。の自動詞はかかるですね。がかかるです。ではね、このね、かけるですが、辞書でちょっと見て、こんなにいろいろな、全然違う意味の例がいろいろありましたから、紹介させてください。でね、今回は、this time ね、今回はね、どこだ？これだ。胡椒やソースをかけるの意味で、使っています。例えば、ちょっとこれお茶なんですけど、で、ここに、例えば、もしこれがね、例えば、なんだろう、オリーブオイル、例えばオリーブオイルとかだったら、ここにサラダがあって、こうやってね、こうかけますだよね。プアオーバーね、こうやって、これでもですよね、かけます。なので、ケチャップやマヨネーズやサラダのドレッシングだよね、ドレッシングとかレモンとかね、あの、ソートペッパー、塩や胡椒を、こう、プアオーバー、ね、上からのイメージでね、かけると言います。でその他にでね、besides ですね、胡椒をかけます、ソースをかけます。いろいろなかけるがあります。例えば、見ていきましょうか。これね、肩にかける。これね、例えばこう、ハンドバッグとか、こうね、ショーダー、あ、カバンあったらいいね、こう、こんな感じで、イメージね。普通はワンショーダーがいいかな。で、肩って、これショーダーね。肩にカバンをかけますと言います。次ね、絵を描けます。これはよく見ますよね。こうなんかこう、グワーの感じ、イメージね、こうね、絵とね、こう、ペインティングね、絵をこう壁にだよね。壁に絵を描けます。ですね。次ですね、橋を描けます。これ、例えばここにこう、川があって、で上にこんなイメージだね。橋を描けます。川に橋を描けます。で、これはいいですね。でボタンをかけます。do the button これね。でボタンをこれね、しますも OK です。ボタンをします。でもボタンをかける、こんな感じですね。こんなイメージね。だからあのトイレのドアに鍵をかけるも、こんなロックだね、これね。これね、かけるです。
で、それから、罠にかける。罠、この漢字見たことありますか？罠はね、トラップ。で、TRAP のトラップね。トラップにかける。罠にかけるです。例えば、本当のハンティングね、こうパンパンパンってね、ハンティングに行くときに、例えば、北海道ではね、私は北海道に住んでいますよね。北海道では鹿、ディアね、鹿を罠にかけて取ります。こうバンバンってハンティングにはあまり行きません。実はトラップですね。の北海道は今鹿が多すぎてね、We have too many deer. 実は鹿が多すぎて、例えば畑、インダーのベジタブルフィールね、野菜を作っているところに、なんか鹿が来てこう食べたりとか、それからこう道路だよね、オンダーロードね、こう車を運転してたら鹿がピュンと出てきて、すごく危ない。実は交通事故で、鹿はとても速いですから大丈夫じゃないんだけど、まあ死なないんですね、結構ね。鹿は大丈夫だけど、ボンとぶつかって。でも車が壊れたりとか、交通事故になったり、特に冬ですね。冬に雪が降っている時に、山の中で鹿が出てきて、ぶつかって、車が壊れて、エンジンがストップしたら、寒くて、多分ヒーターがストップして、人は多分ね、死んでしまいます、本当に。それぐらい危ないですよね。なので、鹿の数を減らすために、to reduce the number of deer ね、鹿の数を減らすために、北海道ではね、ハンティングしてます。罠にかけるですね。他にもなんか、トラップサマンとかでもいいですよ。ビジネスとかでね、悪いこと。次、目にかける。目にかけるとかは、目にすると同じなんですけど、例えば、街を歩いていたら、例えば、広告とか、アドバタイズメントね、広告を目にかけました。まあ、見ましたとかね。あと、目をかけるは、もっとね、世話をする。ジュグーね。ジャオグー、例えばシャオパンヨーとかね。子供に目をかける。じゃ子供をよく世話するとか、上司は部下とね、こうアシスタントね。上司は部下に目をかけるという、まあ、世話をする意味です。それから、これ、心にかける。心にかける。心に、ちょっとこう、どういう意味かというと、ちょっと覚えておきます。例えば、何がいいかな。例えば、仕事のことで何かをね、しなければなりませんとか、例えば、人はとても大切なお客さんですから、いつもちょっと気をつけます。心にかけると言います。次です。鼻にかける。これはちょっと良くない。鼻にかける。自慢したりしますね。例えばね、私の友達ね。私の奥さんは、ファッションモデルです。ファッションモデルね。で、私の友達も男友達ね。男友達は、僕の奥さんはね、ファッションモデルでね、とても綺麗ですから、もうね、本当にとても嬉しい。でね、こんな感じで鼻にかけると言います。で、次ですね、電話をかける。これいいよね、すごい簡単ね。ダディはね、ダディはね、電話をかける。メイクアフォンコール。言葉をかける。この二つは実は似てるんですけど、電話をかけるじゃなくて言葉をかけるなので、誰かに話しかけます。speak to someone。誰かに話しかけること。ね。と言葉をかけると言います。例えば、会社で、例えば会社の、例えば同僚がね、今日ね、何か大切なプレゼンテーションね、今日は大切なプレゼンがあるから、山田さんね、頑張ってくださいね、ってね。見てますけどね、私、サポートしますから頑張ってくださいね、とか、声をかけたりとか、例えば、誰か、例えば、学校の友達がちょっとね、元気がありません。シュン。ね、元気がないとき、大丈夫？どうしたの？ってね、話だったら聞くよ、とかね。これもね、親切にね、声をかけたりします。他にもね、声をかけるとかね、言葉をかけるね。なんか声をかけるとかも、なんか、こんにちはでもいいですよね。挨拶したりもします。日本のマナーでね、例えばなんかエレベーターに乗るときとかも、なんか誰かが例えばドアをこう持ってくれて、どうぞってやってくれたら、
ありがとうございますとか失礼しますとかね、こんにちはとかね、ちょっと簡単に声をかけるのがね、日本のマナーですね。なんか何も言わないとね、なんかちょっとね、失礼な感じがすると日本の人は考えています。で次ですね、次はアラームをかける。アラームかけるはね、アラームってのは目覚まし時計ね、アラームクロック、セットアップアンアラームですね。私は実は皆さんよく知ってるよね、授業の時ね、いつも時間を忘れるからアラームをかけています。それからこれですね、音楽をかける。これは例えばうちの中で音楽がないとちょっとね、静かで寂しいから We play some music ね、何でもいいけど CD でもいいけどね、音楽をかける、 CD をかけるとか、レコードをかけるとか。でそれからこれはアイロンだよね。これなんか服とか、服にこうアイロンね、アイロンをかけるです、動詞ね、かける。あと迷惑をかける、これはなんかこう give trouble ね、前にね、ちょっと前のビデオでやりましたね、 give trouble to other people、 迷惑をかけるとか。あと苦労、苦労というのはとても大変ですね、苦しいです。例えばね、例えばですね、私は、これ例えばです、例えばね私は子供の時にとても悪い学生でしたから、私のお母さんはいつもね、学校へ行ってね、先生にごめんなさいとかね、謝ったりとかして、母はとても大変でした。そしたらね、私は母に苦労をかけましたとか。例えば、そうですね、他にも何がいいか、例えば疑惑とのダウトね、 very suspicious、疑惑をかける。例えばね、あの人は悪いことをしていると思います。誰かに、その人に疑惑をかけると言います。それからお金や時間をかける、まあこれは使うの意味だよね。例えば私は、私は何がいいか、例えば化粧品とかコスメティックスとか、例えば私は化粧品とか、例えば服にお金を使っています、お金をかけると言います。実は私はあまりかけませんけどね。皆さん何にお金をかけていますか？で時間をかけるですね。の私は YouTube に多分1週間に、だいたい1週間ビデオ7つですよね。7つで1つのビデオに30分ですから、ってことはじゃあ3時間ぐらいですかね。多分ね、1週間に3時間ぐらい YouTube を撮ってアップロードするために時間をかけています。そんなに多くないね、そんなにあんまりプレッシャーじゃないです。ではですね、次へ行きましょう。で次はですね、これですね、これは江戸時代ってね、江戸時代は1603年から1868年で、そのすぐ後ろ1868年に明治維新といって、これレボリューションね、維新というのはレボリューションだけど、じゃあさ、中国語でさ、改革、改革ってありますよね。で改革とレボリューションと維新、何が違うかというと、実は維新というのはリニューの意味で、でね、ほとんど人が死んでいません。 almost no one got killed ね、なんかね、明治維新3人だけ、そのトップレベルの人がね、なんか being killed ね。でも very smoothly でね、スムーズに前の政府から previous government ね、次の政府に smoothly move で、これがね、維新の意味です。なんか改革改革と言ったら、そしたら多分ね、たくさんの人が、多分もう100人200人じゃない、多分1万人2万人とか殺されたりするんで、あれが改革で、日本の明治維新は世界のレボリューションでも本当に本当にすごいレアケースね、ほとんど誰も死んでいません。すごいよねこれね、私も素晴らしいと思います、明治維新ですね。で明治維新があって、その江戸時代というのはなんか武士でね、なんか将軍がいてさ、これね、ちょっと危ない、ね、将軍でね、将軍ってジェネラルだけど、この時にはなんかプレジデントぐらいのスーパーパワーを持っています。例えば今のバイデンみたいね、すごいパワーを持っているね、将軍です。で将軍が中心ですから、まあ将軍って武士ですよね。なんか武士が中心のこの江戸時代ね、から明治時代というのはなんか天皇がプレジデントみたいね、大統領みたいな中心になって、でなんかね、民主主義になろうとするんだよね。民主主義、デモクラシーだよね。
香港に住んでいるとこの民主主義って本当に大切だなって思うんですけど、皆さんどう思いますか？日本の今の民主主義がパーフェクトかどうか、私は、ちょっと違うかなとは思います。どうしてかというと、なんかおじいさんおばあさん、日本はねおじいさんおばあさんが多くて、例えば今のなんか Z 世代とかすごく若い人たちが少ないから、その投票だよね、投票ね、投票ね、だけどボーティングに行ってもおじいさんやおばあさんのパワーがすごい強いよね。なんかなんかどうかなとちょっと思うんですけど、まあでもなんかベタだな、多分将軍が全部コントロールする感じとちょっと違いますよね。この方が多分自由が多いと思います。もうフリーダムね。で、このこちらからこちらの天皇中心の実はね、モダンな国に変わりました。全然違います。本当に。で、ここね、明治維新は本当に日本の、今日の日本でね、Today's Japan ね。今日の今日の今の日本は、明治維新からできた明治時代のこの時の政府のほとんどそのままです。Almost as it is ね。のそのまま今の日本の政府があります。例えば今の日本の首相とか、例えば政府にいる偉い人とか、例えば有名な大きい会社も大体明治時代から始まっています。ですから、もし日本に興味がある人は、この明治維新とか明治時代から次大正となりますけど、これ15年だけね。この辺りの歴史を勉強したら、日本のなんか、こう社会でね、ソサイティのこととか歴史がよく分かって面白いと思います。よかったら本とかね、あと Google で調べたり、YouTube で歴史の先生の YouTube を見たりしてみてください。楽しいですよ。あとですね、栄養ですね。栄養ってニュートリションですけど、一緒に使う動詞、例えば栄養がありますね。例えば卵は栄養があります。まあ、栄養が高いです。それから栄養を取りますね。取ると、まあ、吸収する、アブゾーブでね、同じ意味だね。だいたい栄養を取る、栄養を吸収する、体に入れる。で、栄養を考える、これは、まあ、コンシダーね。例えば、料理を作るとき、栄養を考えて料理を作ります。で、次です。軍隊、アーミーでね。ちょっと待ってね。すいません。で、軍隊、アーミー。なんかネイビーとかね、海軍とか、陸軍とね。で、この軍隊がありますね。日本は、オフィシャルありません。何かって言ったら自衛隊っていうね、こうね、自分の字に、隊、こうですね。ね、自衛隊です。自衛隊。自衛隊って言うと、自分なので自分セルフで A っていうと、まあ、守るプロテクトの意味なので、で自衛セルフディフェンスね、自分で自分を守る隊、まあ、軍隊の意味、軍隊じゃない、グループトゥープスの意味です。で自衛隊で法律でアンダーローね、これねみんなに知ってほしい。日本のとても厳しい憲法コンスティテューションで自衛隊はコントロールされています。 being control ね。だから、なんか外国って、例えば今日もね、雲南でね、雲南省で大きい地震がありました。で、多分、もし本当に必要だったら、日本は、日本の自衛隊を雲南省、中国のね、雲南に送ることもできます。人を助けるために。でも、例えば、なんかどこか他の国を to invade でね、みたいな、そんな悪いことのために自衛隊を送ることが日本は今絶対できません。無理です。で、日本の人もそれをしたくないと思ってるよね。だからね、自衛隊は軍隊じゃないと言われています。こんな感じ。そうです。まあ皆さんの意見もいろいろまた授業の時に教えてくださいね。また今日のビデオね、長くなりましたからここまでにしましょう。質問があったらね、コメントから、または応援のメッセージも嬉しいです。よかったらメッセージください。で、よかったら、いいねのボタンも押してくれるとすごく嬉しいです。じゃあね、次のね、ビデオは、このカレーのね、本文ですね。長いのね、これを読んでいきます。一緒にまた明日も頑張りましょうね。お疲れ様でした。またね。バイバイ。また明日。